会いたいぐすーよーちゅうがなびらうんなむらありんくりんうんななびやいびんなおみやいびん1週間のご無沙汰でございます11月最後の週となりました後院やのごとしでございますラジオを聞いているとそれぞれのパーソナリティが去っていく今年に対していろいろ言ってますよね若い時は時間が経つのが遅かったのに 年取ると、あーっしー閉鎖よーとか、今年の流行語大賞は何だろうとか、ね、ナオミナビーも全く同じ感想でございます。昔は年を数えるのに、ほら、万と数えっていう二通りありましてね、お正月にシーシーを食べたら、シーシーって分かりますかねお肉のことよ。うん、しーシー食べたら年二つ取るって、母親が言うものですから、 幼心にねああなターチな年取りくないってことで絶対しーしー食べなかった思い出があります周りの大人はそんな私を見て笑っておりましたが今思うと安視かわいごあやたるってね懐かしく思いますね先週の木曜日はボージョレ・ーヌーボ解禁日で政権は騒いでおりましたがリスナーの皆さんはボージョレ飲みましたか 最近は安いのから高いのまでよりどり緑で予算に合ったワインを求めてその雰囲気を味わえるのでいい時代ですよね。まあ、聞くところによるとボジョレ、ね、ボージョレ・ヌーボーの輸出先フランスから来ますけれども日本が一番らしいですよね。そんだけ日本はあるいは日本人はミーハーってことでしょうか先週はいくつか感動的な出来事がありましたね。 その一つが明治神宮野球大会で沖匠が、うん、0対8をひっくり返してなんとなんと優勝したことおめでとうございます最後まで諦めちゃいけないんだなって強く思わせてくれました人生いろいろ諦めちゃいけない字余り、まあ、私のね経験上のスポーツでは諦めちゃいけないって思うのが。 マラソン今年の那覇マラソンは今度の日曜日12月1日ですよね私は過去にフルマラソンを12回完走いたしまして完走メダル12個ありますがあれよ完走するのにさどんなだから走ったことのある人は必ず思うはずだけども走りながらよいつやめようかいつやめようかなんてずーっと思いながら走っているわけなんですよ信じられないでしょ で、30キロくらい来ると、私ね、足の小指や中指あたりに水ぶくれが、こう、あの靴と擦れてあの、痛いわけ、水ぶくれができてね。で、それが走ってる間に、パチンって、音がして破れるわけなんです、あの水ぶくれが。まあ、実際はね、音なんか聞こえないんだけど、パチンっていう感覚がすごくあるわけ。で、ああ、水ぶくれが破れたなんて思いながら。 それでももうやめるわけにいかずに、もう30キロ越してしまうと、今度はですね、逆にもう少し、もう少し、あの電信柱のところまで、あのお店の越えるところまでって思いながら、あの、走るわけね。もうアドレナリンっていうの、これが出てくるわけなんですよ。絶対合格、あの、ゴールしてやるぞって今度はね。で、最後はもうびっこ引きながらゴールするわけ。 でゴールでメダルをかけてくれるあのほらボランティアの方々にね抱きかかえられながらその場にへたるわけ、やった、やったって、もうあの有森裕子さんじゃないんですけれども、もう自分で自分を褒めてあげたいって感じです。で、涙ボロボロ判断だらだら、もう汚い話ですみませんけど、本当、そんなぐらいの思いをして、この平民、一般民はね、42.195キロ、完走するんですよ。 だから途中諦めないでよかったってこの時思うんですがあの感動をもう一度味わいたいとですねずーっと思っておりますまあ怠けたまんま年取ってしまいましたけれどもでもねまだまだ望みは捨ててませんよそれこそ諦めちゃいけないきっとまたあの感動を味わってやるっていう感じで今年の那覇マラソンのスターターは MAX ですよね楽しみですねチュラカーギーが3名並んでからに 金打つじゃないですかそのうちのお二人さんはランナーとして走るみたいだから「あギチャビを目の保養しながら前に行ったらいい匂いするだろうし後ろから走ったら彼女たちのナイスプロポーション見ながら走れるしはあ男の人がね2万何,名何千名いるみたいですけれどもそれこそ鼻血流さないでくださいよ。 そして、ね、同じく野球で東北にでんあの元気を与えてくれた楽天の優勝パレードがね昨日ありましたねテレビで何度も何度も見ましたけれども皆さんがとても喜んでる様子がね嬉しかったですねそれを見ながらねまた私もテレビのこちら側の方で泣いておりましたけれども、うん、さて本日の1曲目元気が出る1曲いきますケニー・ローギンスで「フットルース」 はいケニー・ロギンスの「フットルース」でした懐かしいところですけれども昔ですね私京都にいる時にケニー・ロギンスのコンサート見に行ったことがあるんですよ。で、えー、とケニー・ロギンスさんがギター一本でそのアカペラな感じでね歌ってくれるんですけれどもあのステージの袖の方にあ袖って言わないわね前の方にね ピョコンと座ってギターを弾きながら歌ったんですけれどもその時にね私あのー、やっぱりお席がだいぶ遠かったので双眼鏡を持って、えー、このケニー・ロギンスのコンサートを見に行ったんですねそうしたら彼の腕,腕にあの毛がいっぱい生えてるわけあのー、ガレージセールのゴリさんがね黒い毛がいっぱい生えてるでしょあんな感じで毛がいっぱい生えてるんだけどアップしてみたらこれがまた金髪 <laughs> 外人だから <laughs> 当たり前なのかもしれませんけれども金髪のね毛むくじゃらでしたねケニー・ロギンスさんすごい細身の,あの背の高い方でしたけれども最近あんまり聞かないっていうか全然聞かないのでお元気でいるのかどうなのかちょっと心配と言っちゃ心配いらぬ心配をしておりますけれどもねさて本日の硫化紹介といきましょうか今週はですね平成11年第9回テーマは「 夢でございます。うちな口では夢はね、意味って言いますよね。いやいや、エるんちンチョンなあの意味ですね。英語ではドリーム。<laughs> でフランス語ではル・レーブ。ありありありなまたよ。なおみなびを若い風なしてしまったさ。さてさて、この時の大象がね、ロマンチックでいいですよ。那覇市の大城森継さんの作品で、えー、こういう歌を読んでくださいましたね。 ウンビンジャスさ昔、マンザ父しらに語らたる食い字、意味ぬぐとさ。ウンビンジャスさんかし、マンザ父しらに語らたる食い字、意味ぬぐとさ。ああ、若い頃ね、愛しい人とマンザモの月の下で恋を語り合った。あの日が夢のようだわっていう意味ですよね。 まあ男の方の読んだ歌だから夢のようだっていうふうに懐かしんでいるんでしょうね。その歌を詠んだ大城さんその後ねその人とはどうなったのか聞きたい聞きたいそしてね偶然とはいえびっくりする歌がこの年優秀賞に輝いたあ作品をですね読谷村の古源聡明さんの歌なんですね。これがですね、イミニマデンチャル 旗や海渡り、えー、四季に火事ふかす春ぬ沖章。っていうことでね、この年の春の選抜に沖章が出たのかなってね、ネットで調べてみたんですけれども、1999年第71回、春の選抜甲子園に沖章がね、31年ぶり2回目の出場で、なんと PL 学園を8対6で破って優勝したんですよ。初優勝。で、沖縄に、まあまあ、 日本中にですね。旋風を巻き起こし、この年の硫化の入選作品、入選作にはあの沖相の歌がね。たくさんありましたね。なお、うん、みなびもね。この時の沖勝戦風覚えてますよ。えー、っとね。春も夏もね。優勝したんですよ。 でまたあのサミットの開催が沖縄に決まって夢のようだとかね、えー、これを機会にうちなんちゅのこのチムぐくるを世界に知らせよう世間に知らせようなんてねすごくこうポジティブな歌が数々ありましたね今日私はね先ほどの,あの神宮野球大会これの件でも沖翔さんのことをお話ししましたしまたこの読谷村のね古源聡明さんの優秀賞に輝いたうん龍華でもね お気象の歌を紹介させていただきましたけれどもお気象本当素晴らしいですねもうね海にまでいちゃるちゃる夢にまで見たね旗それが海を渡って世界に風を吹かした春のお気象まあ夏は夏で夏のお気象ってことですよね素晴らしいですねさあ えとお隣にはですねちょっとムクスキキ男性がですね私のそばでスタンバイしてくれてますけれどもね、えー、ここに、えー、いらっしゃるのは今日で私の番組では2回目なんですけれども1回目来ていただいた時には私ちょっと調子が悪くて風邪をひいてましてねお休みしてたのでみゆきちゃんが相手してくださったんですよで私のこの番組のスポンサーをしていただいているにもかかわらず私は今日初めてです次紹介します。 うなむらアリンクリンナオミナビーが生放送でお送りしております。今日も聞いてくださってありがとうございます。さてさて先ほどねちょっとお話ししましたけれどもムクスケーキ男って言ったらねちょっとね失礼かもしれませんね。うん違う言い方しましょうねイケメン。<laughs> <laughs> イケメンのねゲストさんがね最初からずっとスタンバイしてくれてますよ。うんとねこの方はね。 泣いちゃうなので私がいつもお迎えしてるパーラン君の兵士の入れ方を番組始まる前にねちょっとレクチャーしたんですけれどもどこまでうまくできるかどうか皆さん楽しみにしててください。いいいいきますすよよでかははっしゃ はい、第二三。はい。はい、第二三。はい。指の三五ビンゴは抜くとんな。そうそう。トラは。には切らな、はい。よっしゃー。はい、どうも。ナトンありがとうございます。私がレクチャーするまでもなかったような感じなんですけれども、慣れてますね。いや、あの、いつも三振ライブを聞いてるんで。あ、そうか。はい。お仕事柄ね。 さてさて皆さん今日のねゲストはえっ、ー、とうなむらアリンクリンには二だ二度目の、えー、ゲストでございますけれどもチヌマングループの自己紹介でいきましょうかはい、えー、チヌマングループ運営部部長しております田中圭一郎と申しますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします田中さん私ねお名刺を拝見させていただいた時にはいこの田中の中がほら人辺がないのではい 田中さん、うちなんちゅう泣いちゃーって私はです一番最初に聞きましたけれども、はい、やっぱり泣いちゃーでございましたねはい泣いちゃーです、うん、沖縄に来て何年目ですか10年ですよちょうど12月で10年になるんですけど、うん、10年か、はい、10年いたらちょこっとちょこっとのうちのぐちぐらいは聞けるのかな 日頃はそうですね沖縄の方の方言で、うん、あの友達とか会社の方ではやり取りしてますうん、うん、あ,あそうはいでえやり取りってことは自分からもスピークそうですね普通にはいスピーキングですおっしゃーはあ Can you speak,、uh, 田ああもう失礼しし、ね、ああ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 わああ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 しああ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  福岡です。福岡か。まあ九州もね、えー、沖縄、九州一括りされた時福岡、はい、それと熊本、鹿児島、はい、沖縄こ,こんな感じかな。えっ、ー、と九,九州,九州沖縄地区っていうふになってる。とと佐賀と、うん、長崎、うん、大分ですね。うん、も入るってこと？はい、そうです。で九州です。 で福岡もももちろん入るよね私もあの、えー、と福岡は残念ながら、えー、と旅行とかではなくライオンズクラブの,あの活動で大会とかがいろいろ会議とかがあったりして何度かお邪魔させていただいてるんですね。はい でえー、と熊本があの沖縄とあのチームが一つなんですけれども福岡は福岡で、はい、とても大きいので独立してらっしゃるのねなんですけれども、はい、あの熊本の飛行機の,あの発着率が沖縄に対しての、はいうん、少ないので福岡まで行っちゃってそ,、ねはい、そこからかえ帰ってくるとか。 そこから福岡にあ沖縄から福岡に降りてそこから熊本に行くとかっていうようなあれでね福岡で飛行機を待ってる間に福岡出てって、はい、あの福岡の有名なラーメンとかさそそ、はい、そうそうそう、はい、であの屋台がずらっと並んでるところとかねその辺との、ね、あの観光、はい、ちょっとだけ観光させていただいたことはあるんですけれども。はい まあそれぞれに特徴あるよねラーメンにしてもねそうですね本当ね福岡ラーメンはあの細いんですよね麺がねそうそうそうそんな感じで、はい、沖縄にも何軒かねあの福岡ラーメンのお店があるんですけれども、はい、ああ懐かしいなってことで時々入るんですけれどもね、はい、あとは福岡は美人が多いってことで 有名なんですけれども、でも、沖縄の方が負けてないと思うよ。沖縄の方が、うん、僕は美人だと思います。うわー、皆<ー>さん。<laughs> そうですね。このユーストリーム見てもらったらわかんですけど、土井 <laughs> さんのセクシーさに、ちょっと目のやりどころ。<laughs> ちょっとずっと困ってるんですけどね。これ、ずっと言おうと思ってたんですけど、見るな。チロチロ見てるんですけど。目がつぶれるぞ。<laughs> <laughs> まあ、あのチヌマングループさんだから、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども。はい、あの居酒屋のチヌマンだよね。はい、うん、そうです。まあ、県内で十、ね、七店舗。十七店舗。はい。運営させてもらってるんですけど。その中十七店舗のうち、本謎で。五店舗、はい。そうですね、五店舗。だよね。はい。すごいよね。 あ、はい、<laughs> ありりりががたたいい限りで <laughs> 本当にありがたいです、はい、チヌマンさんみたいにね大きなところ視力のあるところが来てくださったらやっぱりコマーシャルも半端じゃないから、はい、それで観光客とかね地元の客お客様を呼んでくださるでしょそう,です、ね、そうするとまたあのなんていうの、えー、と周りのね、はい。方にもそうですねこの「うん、女葬」もそうですし「読みたん」もそうですし、うん、この地域が大いに活性できるように、うん、僕らもあの。うん 人力をね、費やしていくっていうのが、今一番大事なことなんで。本当ね、人力って力を尽くすの人力でしょで、沖縄で人っていうのは、どういう意味か知ってる?。あ、わかんない。人。お金のことを人って言うんですよ。人。だから、お金の力を、うんと使って。はい、そうですね。よろしくお願いします。はい。まあ、あの、十二月にね、もう来週からは十二月に入りますけれども。 やっぱり11月ぐらいからね酒の席が増えますので皆さん、ね、いろいろね飲んだ後は気をつけようねって私、このマイクを通しながらねお話ししてるんですけれども、はい、12月入るともっと酒の席増えるじゃないですか。そうで、すねうんで千さんもいろんなことを企画されてるっていうふうな情報を引っさげて来られてるみたいなので後半、それをたっぷり聞かせていただきたいと思いますねでまずですね。 えーっとまずですねっていうのもなんですけれども「あのゆんたくをささせてください田中さん田中さんは泣いちゃう」だから、はい、あの車を運転してる時にね、はい、あの何を考えてるのかなっていうのをちょっと聞かせてもらっていい 車を乗っている時にそう今日だってほらね読谷のこの FM 読谷まで来られる時に本社のある富城からいらしたでしょ、はい、そうですね、うん、ちょっと時間かかるじゃない小1時間ぐらいかかるじゃないですか、はい、その間何を考えて来られる今日は、うん、まあ基本はまあ大体そうですね車の中何も喋らないんでいいんでゆっくり、うん、まあ仕事のことだったり。うんうん まあもう周り見て今日雨降ってるなとか、うん、だいぶ寒くなってきたなとかそういうものを見ながらこっち新しいお店できてるなうん、うん、今度行ってみようかなとかあ<ー>そういうのをちょっと外を見ながらゆっくり走るのが自分は好きなのでうん、うん、なるほど仕事人だね、はい、仕事のこと考えてるのかもう9割仕事ですねそうか社長聞いたら喜ぶねえい <laughs> いえいえ,いえ <laughs> あのね私はねあのもちろん音楽もかけながら うん、音楽、CD を持ってなかったらラジオ聴いたりとかなんですけれども、はい、もちろんあの、無歓迎してる時もあるんですけどね、同じように仕事のこととかね、でも、無歓迎してるとあの、ちょっとやばい時が何回か私、経験しているので、あるので、うんはい、これはもうな、極力考えるのやめようとか思いながら、そうね、眠気が来たりする時あるじゃないですか。来、はい、ますね、うん。だからそういう時にはね、私、目の前を走っている車のね、はい、ナンバーとか見るんですよ。 はいうん、でえっ、ー、と、まあ、23日前に見た話23日前から今日までに見たのの車のナンバーのお話をすると前にある車がね4747 47ってあるんですね、はい、で普通なら4747 47で、はい、あるいは4747 47じゃないですか、はい、私やっぱうちのランチだから、はい、これをそのまま4747 47って読まないでしなしなって読むんですよ <laughs> でしなしなっていうのはうちの口ち,ちょっとわかる田中さん意味わかる しししなななっってておれるみたいな感じってことですかあまあ近い近い、はいうん、もうしなしなってもう今にも死にそうだっていうようなね、はい、あーもう疲れたしなしなしてるとかいうわけさ、はい、それをね「しなしな」って言ったらちょっとネガティブだから、はい、私はね「よんなよんなあかんあかんよんなよんな」って考えようとするわけ「はい、47 47よんななよんな」ななんの意味はわかるよね。あのー 日本語的にっていか内地に言ったら、うん、えっちらほっちらみたいな感じですよねそうそうゆっくりゆっくりね、はい、うんだからしなしなじゃなくて「よんなよんなそうそうよんな行こう」とかねそんなふうに考えるんですよで私のね車がですねあの「七」が4つ並んでいる番号なんですねはいそんで私これでねスーパーに買い物行ったらあのどっかのお兄さんっていうかおじさんが寄ってきて 姉さん、このスロットナンバー、あんたはスロットするばーって言うわけ <laughs> スロ、スロット好きなのかとか、そんなようなこと言ったんですよ、私、意味が分からなくて、はい、え、どうしてですかって言ったら、あしあんたの車のナンバー見てごらんってってがあ7、7が4並び、はい、っていうことでね、スロットナンバーっていうことで、その時初めて知って、うわー、ブンにしようか4、4ンにしようか悩んだんですけれども。はい あの車のディーラーさんに聞いたら今だったらまだ取れるかもしれない4並び、はい、って言われてじゃあ取れるんだったらお願いしますって言って3並びより4つ並んでる方がちょっと欲張ってていいかなと思ってでちょっと手数料お支払いはしたんですけれども、はい、そうやって4つ並んでるのをいただいたんですよそうしたらどこ行ってもねやっぱりスロットとかパチンコしてる姉さんにしか見られなくて。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとね、まずったかなとか思ったりしてるんですけれどもね、でも自分自身は前に七がこう3つ並んだり4つ並んでる車が走ったりしてるのを見ると、うん、おお、一緒や、一緒やってね、<laughs> 単純に喜んでるんですけれども、はい、そういうことでは田中さん、印象のある車のナンバーとかっていうのある印象があるナンバー、うん、たまに僕の車の番号も1991って、うん。ほう あの僕は1と9を、うん、内地の人って折り返し番号を使ったりするので1551とかはい、はい、で僕は一番小さい数字と一番大きい数字を折り返しして1991にしてるんですけど意味は、うん、意味は特にないですもう数字を全部つかみたいってことでか、うん、1>, 1から9まで全部っていう意味で折り返ししてるんですけど,どたまにごくまれに走ってる時があるんですよ。それを見るととちょっと、うん 今土井さんが言ったみたいにあ自分と一緒とか会社の車両の車とかの番号を見てあうん、うん、一緒だとかあこれ前の車の時の同じ番号だとか結構こういうの見ながら僕も走りますねね、うんうんうん、だよね楽しいよね、はい、いろんなのこじつけてさ見、ね、てるとね退屈しのぎになっていつの間にかあの目的地に着いたりするから、はいうん、だから私前の方の番号を、ね、見るの大好き。うん、で私はあの もうコマーシャル入っちゃうから、続きはじゃ、その後ね。はい、よろしくお願いします。 はい早いもので運託してる間にねもう後半突入してしまいましたけれども先ほどね車のナンバーのお話し,してたんですけれどもコマーシャルの間中も田中さんとその車のナンバーについてお話ししてたらちょっと面白い情報聞きましたね田中さん、はい、ちょっと紹介してくれるちょっと僕が、うん、まあさっき言ったんですけど、ね、福岡出身なんですけど、はい、あの土井さん何でなな 4つにしたんですかって今ちょっとね CM 中聞いたんですけど福岡で7ナンバーだったり8ナンバーのゾロめ並べると、うん、まあちょっと怖い方々がつける番号なんで、うん、<laughs> 福岡ではちょっとタブーなんですよっていう話はましてたんですけどねそうなんだはいでも沖縄はあんまりそうなの意識しないねそうなんですよねだから自分も福岡の友達がまあ旅行に来て沖縄に来てはい あ7ナンバー走ってたよとか8ナンバー走ってたよってやっぱ言うんであ沖縄関係ないよって言って言うんですけどね <laughs> じゃあ福岡の方が私の車を見たらちょっと変な姉さん乗ってるけれども怪しいところのお姉さんかなとかそんな風に見るかもしれないね <laughs> そうですね,ですねまあ確かに怪しいには間違いないけどあの怖い方々の関係ではございませんウンナナビナオミナビでございますよろししくお願い,いたしますね ユンタク、えっとうね、もうちょっと一休みしながら曲を一つお届けしましょうね、えー。デニス・ウィリアムスで「えー、Let's Hear i t for t h e Boy」。 ははい、はいさてさて田中さんお待たせいたしました、はい、えっと先ほどね情報おいしい情報いっぱいご持参してくださったっていうことなので、はい、楽しみにしてるんですけれども私もねこれ先週このパンフレットを頂い,いて「ああ、はい、ギザビオおいしそうああギザビオ安いさ」っていう感じで、はい、みんなにコマーシャルしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずえっ、ー、と一番にお知らせしたいっていうか。 そういったののメニュープラン教えてくださいねはい幹事さん必見このやっぱり11月12月といえば忘年会そして年明け新年会用のプランの方をご用意してますでこの寒い冬にやっぱりメニューといえば鍋ですねはい鍋こちらの方用意してますでこの鍋の方なんですが今回はあの今 沖縄の,あの在来豚でもあるアグーですねやんばるのアグーのえホルモンをですね、うん、え火鍋ですね、うん、火鍋っていうあの中華四川の鍋になるんですけどうん、うん、こちらをまあ 沖縄風に島唐辛子で作った、うん、琉球火鍋っていうのはあの今年ご用意しております。こちらえもしくはあとはまあしゃぶしゃぶですね、うん、ですとかすき焼き、うん、海鮮寄せ鍋お、うん、ちるまんなんでもちろん海鮮寄せ鍋もございます。うんうん、まこちらの中からお好きな鍋の方を選んでいただきまして、うんうん、あとさらにこの満腹プランですね、うん、満腹のクは。 服ですね。服服着たるのやねお腹が膨れるのは綿の服ではないですね。幸せを年末呼びたいってことで。いいネーミングださすが。福プランなんですけどもこのお刺身の盛り合わせあとはどか盛り天ぷらですね天ぷらの盛り合わせあとは枝豆定番ですねあとは宮崎県の名産どか盛りチキン南蛮。 あとは、えー、鍋の締めの方にですね雑炊ですとか、うん、うどんをチョイスできるうん、うん、プランになっておりますおおすごいすごいあの、はい、枝豆はさ、はい、最近アメリカの方でも、はい、あのなんていうのうんとフィーバーしてるってフィーバーって言葉今使わないわねあなんか美容にいい,<の>い,いってことでんかテレビとかでもかなりそうそうそう,そう 昨日やってたたですだから枝豆あのね、はい、外食するなら、はいあのー、居酒屋でしなさいってその方はねレクチャーしてましたね。はい、あでこの方はミス・ユニバースの,、はい、その食生活を、はいあのー、全部変えてで日本からミス・ユニバースを生まれさせるための、はい あのプ,ロプロジェクトっていうかそこの方なんですけれどもそうそうそうだからあの千葉のクララちゃんとかみんなレクチャーしてでー日本からもミスユニバース出たですよね、はい、で沖縄から千葉のクララちゃん出ましたよね、はい、その方々を全部レクチャーした先生なんですけれども、はい、お若いきれいな方でしたけれども枝豆だから居酒屋さんで外食しなさいって言って、はい、ただしあの油も、はい、のはオイル オリーブオイル良質のオリーブオイルを使っているものは安心して食べなさいとはおっしゃってたんですけれども高タンパクの食べ物が居酒屋さんにはいっぱいあるからだからそれをチョイスして食べなさいねとは言ってましたね、はい、だからこの満腹プランに枝豆いっぱいあるじゃないですかありますねあそれこそ本当に服着たるですねはい <laughs>、うん、鍋の方は、うん、あの煮込むので余分な、うん 油分とかも当然出あのしゃぶしゃぶにしてもですねうん、うん、当然あの油の方はしっかり落ちてくるのでぜひ召し上がっていただきたいと思うんですけどもうん、うん、こちらのプランの方が、えー、飲み放題2時間付きっていうことで <laughs> はい、はいはい、このプランえっこれはこのお料理だから鍋を鍋でじゃないですね<え>鍋をお一つ選んでいただいて、うん、プラスこの満腹プラン さらに2時間飲み放題が続いてお一人様3000円ですう,ん、うそはい安いですうそやろだいぶお得ですねえ私さ、はい、このパウレット見た時には、はい、これちょっとさ、はい、本当はいこの鍋かあるいはしゃぶしゃぶかすき焼き、はい、で寄せ鍋これを選んでいただいた方に、はい、あの飲み放題の2時間はい、はい プラスして3000円かなと思ったわけだから満腹プランはまた満腹プランに飲み放題つけてこの3000円の値段かなと思ったわけ、はい、いや違います全部で <laughs> 全部で3000円です皆さんちょっとこれよパソコンで見てらっしゃる方にお見せしたいこれだけこれだけのものがねここが鍋のプランですよここが満腹プランですよこれだけ食べて飲み放題2時間ついて一人 へえ、こりゃ、行くしかないでしょ、いつ行くの今でしょうう年末らしく、あのー、流行語大賞っていうか、流行語のね、取ってほしいですね、これ。出ましたね、今のね、ほんまに。ほんとすごいすごい 読谷村の方に一番近いお店はどこになりまいえー、一番最寄りの方がうが、んえー、三郷ですね、沖縄市三郷になります三里か、はい、あじゃあ三郷行って、幹事さん、ア愛の幹事さん、あるいは同級生同士今度何々やるとか、ね、野球のチームで何々やるとかっていうふうになった時の幹事さん、ぜひですね、読、え、谷、ー、村の方。はい 里店に電話してください、はい、その次近いのが嘉手納になるのかなそうですね嘉手納店嘉手納ロータリー付近になるんですけどもうん、うん、そちらの方も同じプランやってますうわ、はい、これは電話番号はここにこちらに載ってるんですけど、うん、ちょっともう一個この三郷限定で食べ飲び放題っていうのやってるんですよ、はい、また別メニューが別メニューこの全87品から 食べ放題メニュー丸ごと食べ放題になってるんでこちらの2時間飲み放題つけて3360円これもすごい今これものすごく人気があるちょっとコースになってしまってだねはいここに載ってるのは一部ですけれどもお寿司でしょお寿司ってもちろん握りねで鍋刺身天ぷらの盛り合わせえビチリソースでミックスピザに ミートソースのパスタ、で、はい、おにえ下がり肉の炙り焼きそうですね、ビンチョウタンの炭火炙り焼き。すごい。はい、それとジャガメンタマヨチズ。あ、私これ大好き。あ、本当ですか、うん、カロリー高いからね、どうしようって思いながらもね。<laughs> で、もう写真見るとね、我慢できなくなって頼んでしまは、い。年末だけはぜひ。ほんまに。それとホルモンのビンチョウタン炭火焼き。はい、それとチキン南蛮のどか盛りとトロホキ。 トロッケホッケ大好きでさもうほんまにねえ北のところのお魚まあおうちのあの魚もおいしいですけどあれコマじゃん <laughs> 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 皆さん、先ほどは大変失礼しました。もう食べ物の写真見てて、興奮して喋ってたら、コマーシャルの時間も分からずに、チャービー、チャービー。<laughs> もうガチマイなおみなびーはね、大変でございます。こういうね、お話をさせ,させたらもう、ほんまに。で、読谷の方が一番近いのが、ちぬまみさ店ね。で、電話番号言いましょうね。894-500、えー。 894の5000番ですね、えー。これはどうやって覚えようかなゴロ。平九洋、来いだな。わかるわかんないです。はい、894の平九洋、平九洋ってはよう早くやな。はい、で、五だから、五、行こうか。平九洋、五。と、はあうん、いうことで、美里店の電話番号をお知らせしましたけれども、女店のね、 あのあ女さんの方々は、3、うん、歩,歩歩けば、ちぬまんさんに当たるというぐらい近いですから、皆さん、それぞれのお店に行っていただいてで、店長さんに予約入れてくださいね、本当に、えーっと、忘年会、新年会のプラン、選べる鍋、メニューですね、それに満腹プランを一緒にくっつけて、それと飲み放題2時間でお1人様3000円。 もうビールをねいっぱい飲む人なんかは超喜びだね。幹事さんも安心して、えー、お金の計算とかできると思います。ぜひご用立てくださいね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっとさてさてそれとですねすいませんあのー。 玉城めぐみちゃんがゲストで出てくれた時に時にうーんときに、ラジオで、えー、聞いてたっていう方から、ね、メールが入ってるんですけれども、私、ちょっと気がつきませんでした。美奈子,子ちゃんからメールが入ってますね。ちょっと遅ればせながら読まさせていただきます。ねねえねこんにちは 車でラジオを聴いてたら、直美ねえねえが、めぐみちゃんと呼んでいたので、車を止めてスマホでユ、えーストリームを見たら、めぐみちゃんだー一時期は体調があまり良くなかった時期があったから、心配だったけど、元気そうでよかったわいわいっていうね、えー、絵文字がついてますね。 なおみねえねめぐみちゃんに、えー、玉城貞子さんの曲のリクエストができたら、お願いします。めぐみちゃん、なおみねえね最後まで聞いてます。みなこより、ってね。もうごめんなさい。先々週のメールですね。ありがとうございます。ほんと、めぐみちゃんね、出てくださって、私いろんな情報をいただいて助けられましたけれども、うん、また、機会があったら、めぐみちゃん出ていただこうかと思ってます。ユンタンチのめぐみちゃん。 よろしくお願いします。メールありがとうございました。みなこちゃん、ありがとう。さてさて、えー、っと今週のですね、女村情報に行きますね。あの面白い情報として、私、先週もご紹介させていただきましたけれども、女村の,の共同売店の方がですね、えーっと、いかつりダービーの大会をしております。で今月いっぱいエントリーできますね。えーっと で釣り場としましては沖縄県の全海岸というふうにあるんですけれども、まあ、できれば女さんの海岸で釣ってくださいということで,で参加費が一般1000円一般女性が500円で高校生以下が200円ですね対象となるのがアオリイカそれとクブシミ これのね、イカ釣りダービーの目的が、えー、女共同売店に来店していただいて活用してもらい、地域の輪を広げていけることとするっていうのが大会の目的なんですね。で、釣ってきたら、釣ってきたよーっていうことで売店に来ていただいて、それを大きさを測って、で、最後にね、多分、あの、1位から3位表彰っていうふうにあるので、あのー、 表彰式があるのだと思いますで一番重い方にはね商品券が3000円アオリイカですねでくぶしみの1位の方にもまた3000円レディース賞で2000円ジュニア賞で2000円ですねもちろんあのエギングとか生き餌釣り素潜り料は禁止でございますっていうことでですねえっ、ー、とエントリーの電話番号を教えますよ事務局の上間さんです、えー、携帯番号になりますけれども 09097886384今メモれなかった方はですね、女村の共同売店、女村役場の隣にあります、その斜め向かいにナオミナビの事務所もありますので、遊びに来てくださいねそれとですね。 あとは11月の27日ですね総合保健福祉センターで乳がんと子宮頸がんの検診がありますよ。で最近はまあもちろん経がんの方もあの検診ね、えー、と市民検診でよくやってくれてるんですけれどもやっぱりけがんも心配ですけれども体がんも心配ですので女性の方はね頸がん なでもかかったから安心だわじゃなくてさらにその奥深くのね対岸これも病院行くなりあるいは福祉センターでね対岸どんな風にしたら検診できますかっていうことで相談してください本当にもう一刻も早くこういうのはね発見すればあなたの命大丈夫です傷も浅いうちで大丈夫ですよ。 それとチュラシも沖縄のセンチュリーランドの2014年の申し込みも今月で終わります頑張ってメールでね、えー、とやっていただきたいと思いますオンナソン出発してヤンバルのね、えー、と道路をねビュ,ビュン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 と気持ちよく走ってくださいね そして今週の金曜日なんですけれどもこの時にはナ納村の商工会の忘年会がですねホテルサンマリーナで開催されますまあ,あの限定としては商工会会員でございますけれども私、えー、直美ナビーはですねあの 同じく3名のナビーがいますけれども私どもの所有権っていうかそれは商工会にあるんですねで商工会が主催するイベントとかそういったものには全部顔を出して広報担当としてなってるんですけれども今回のこの金曜日の忘年会でもまた完封言うて一番年上のお母さん直美ナビーが出てかわい子のあいみナビーと志保ナビー3名お手伝いすることになってますそれでですねちょっと秘密だったんだけど今日バラす 3名でね寒風言いながらあの着物も着たまんまだよ。AKB48 の恋する、えー、とフォーチュンクッキーあれ踊るんだな <laughs> さてさてどうなりますことやらっていうことなんですけれども、まあ、忘年会をね何件こ,さあのこなさなきゃならないとか。 毎日酒飲んでるさとかいう方がね、そろそろ増えてくるころだとは思いますけれども、先週のあボジョレ・ヌーボーの、ね、解禁日からお酒づいてる方もいらっしゃるかと思う、田中さんもね、お酒を売るう商売ではありますけれどもね、はい、やっぱり、えー、と飲んで、えー、帰られるお客様のご無事を祈りながら、そうですね、うん、飲んだら大好で,です。そそううですれはもう口酸っぱくね そうですでおっしゃってくださいね。本当に安全にいい年を迎えれるように本当、うんね、気をつけてあの、ね、お酒も楽しみながらそうだよね酒に飲まれたらあかんよねそうですね。うん、OK。おーっとあっ直美さんへ。 恋花純さん、恋花純さんですね。お電話ありましたってことでね、今メモいただきましたね。先々週に出演させていただきありがとうございました。これから寒くなりつつありますが、お仕事の方、体調に気をつけて頑張ってください。これから後もラジオ楽しみながら聞いていますので、後半も頑張ってくださいってありますね。ありがとうございます、めぐみちゃん。うん、あのー、私ね、 そう外は寒いんですけれども、あいにくのお天気でね、でもなんか隣にイケメンの兄さん若い兄さんがいるのでね、ちょっと興奮して、鼻血までは出ませんけれども、<laughs> ノースリーブで <laughs> 番組進めさせていただいてますよ、<laughs> そのノースリーブの脇からね、脂肪がポロポロと出てるもんで、うん、隣の田中さんの方が逆に鼻血出そうかな。いやもう両方セクシーすぎて、<laughs> 目のやりどころがもうちょっと。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと困っちゃう困っちゃう1時間でしたね<笑><笑>ああ大変失礼しましたグブリーサビタンの意味はご存知いいわかんないです大変失礼いたしましたっていう意味でございます<ー>はいグブリーサビタンでも今日はね楽しい時間をまた田中さんと過ごすことができたし先々週いただいたメールも読めたしめぐみちゃんからの あの伝言もね、ちゃんと読まさせていただきました。し楽しい1時間でございました。はい、また来週、えー、お耳にかかります、那覇マラソンの翌日です。バイバーイイありがとうございました